さあ、ということでサービス開始から4年が経過しましたガルパー。最近は様々な音ゲーアプリやゲームアプリが増えたこともありまして、まあ、正直前世紀よりもちょっとアクティブユーザーが減ってしまったという現状でございます。それによりバンドリオワコンという声がネットで出始め、ガルパーもサービス終了するんじゃねという煽り寄りの声もよく聞くようになりました。個人的にはネットのそういう意見っていうのは暇人の日頃の不満の吐き溜め程度だと思っているので、まあ酒の魚として見ています。じゃあ本当にガルパがサービス終了するかというと、現状の売り上げではサービス終了はまずありえないです。簡単に言うとガルパはバンドリというコンテンツをクラフトエッグさんがブシロードさんからこう借りてアプリを出している状態なんですね。ガルパの売り上げのほとんどはクラフトエッグさんに入っている、そういう感じになってます。ある程度会社間で決めたまあルールであったりとか、まあいろいろこう連携とかはあるものの、基本的にはバンドリはバンドリ、ガルパはガルパ、別々で運営しているという形になっているんですね。ブシロードさんとしてもアプリでユーザーが増えてくれればリアルライブ、CD、グッズに映画の売り上げが増えますので、まあお互いにこうウィンウィンの関係で運営をしているものだと思います。昨年2020年はブシロードさんバンドリだけで月100億円以上売り上げた時もあったようなので、正直月100億円売り上げるようなコンテンツがオワコンとは到底思えないですね。そしてガルパの売り上げはまあ主にアプリ内課金になってくるんですけれども、最近はクラフトエッグさんオンラインショップにも力を入れてオリジナルグッズとかも出しているようですね。ではガルパの過去の売り上げがどうなっているのか、これちょっと過去のセルランで予想売り上げを見ると、2017年がちょっとなかったんですけど、2018年は175億円、2019年は114億円、2020年は64億円だと言われています。2017年の売り上げなんですけど、ひょっとするとあの頃って天井もなく星音が 1.5% の闇ガチャ時代ですし、アクティブユーザーも多いのでイベランにもお金がかかる時代だったと思いますので、ひょっとすると2018年の売り上げを超えているかもしれないです。確かにガルパは年々売り上げは落ちてはいるんですけど、2018年の175億円って音ゲーではこれ化け物すぎるんですよね。まあ同じ年にですね186億円売り上げた某デレステっていうゲームもありましたけど、ガルパは凸要素もなく育成要素もそんなにハードルが高くないんですよね。なのでまあ無課金でも十分遊べてしまうシステムなので、これであれだけ売り上げるのは結構やばいです。最近の音ゲーで一番売り上げているのがおそらくプロセカになると思うんですけど、プロセカがリリースから現在で77億円と言われているので、そう考えるとガルパの当時の凄まじさっていうのがわかるかなと思います。ちなみにガルパの2021年の売り上げは現在までで約24億円と言われていて、まあおそらくこのままいけば昨年よりも下回るだろうと予想はされているんですけれども、7月のですねアプリの月間売り上げで言うと、まあアプリ全体で見れば37位とまだまだ上位にはいるんですね。なんでこんなに売り上げの話をしているかっていうと、簡単に言うとソシャゲというのは売り上げがないとサービスを維持することができなくなるからなんですね。最初にも言いましたけども、現状でガルパが差収することはまずありえません。月間の売り上げが1億円もあればソシャゲの運営って余裕なんですね。5000万円でもサービスを続けていける有名なアプリとかもありますし、まあどんなに低くても月2億円を売り上げているガルパはまだまだ大丈夫です。ただどんどん新しいアプリゲームが出ている昨今で、このままだとやっぱり売り上げは下がる一方ではあるので、何かしら策を打っていかないとまずいかなとは思いますね。誕生日ガチャやエクストラ楽曲、新ノート追加と新しい要素は出してはいるんですけれども、これはどちらかというと新規開拓向きかというと既存プレイヤー向きの要素。新規を増やしていかなければ、新しいアプリが出るたびに結局は既存のユーザーというのは離れていってしまうので、新規向けの要素を増やしてほしいかなとは思います。個人的にはいろんな要素を増やしていくこの姿勢っていうのは非常に好印象ではあるんですけれども、少しちょっとパンチがこう弱いのかなという印象でもありますね。まあ、4年も経ってきたガルパなので、もう少し大胆に言ってもいいんじゃないかなとも思います。では仮にガルパがサービス終了する可能性が出てくるならいつ頃なのかっていうところなんですけれども、これはですね開発とか維持コストにもよるんですけれども、基本的には有名アプリというのは月間の売り上げが3000万を切ってくればサービス終了になる可能性が高まってくるかなという印象ではあります。ただガルパは一時代を築いたアプリなので、認知度もやはり高いですし、まだまだ固定ファンも多いゲームなので、相当の年月が経つかよほどのことがない限りガルパがそこまでいくことはないのかなと思います。今ガルパ差収と言ってる人がいたら、おそらく現実世界で何かうまくいってないことがあると思いますので、優しい目で見守ってあげてください。
次回のサークルはモカが選ぶ山吹ベーカリーベスト100、アリサちゃんのばあちゃんマウント。次回も絶対見てくださいね。